箱根大文字焼き、大文字焼きとは、大の字をかたどった文字を、松明の炎で描く行事に対し一部で使用される、俗称である。いわゆるお盆の時期に、悲願へ、祖先の礼を送る送り火として行われることが多く、代表格である京都の御三送り火をはじめとして、実際には、焼きという故障は使われていない。現在、催しの名称として、 大文字焼きを採用しているのは関東周辺の一部地域に限られる。山肌は不安定であり、消防署への負荷も避けるため、大文字を LED 照明に置き換えた事例が存在する。京都には大文字焼きなんてありません頑上力、経の当たり前三村水子書院2000年120ページ。大文字焼きが LED 照明にやめてしまえ、これも時代の流れか。 J. キャストニュース。2019年8月16日閲覧。正式には、大文字送り日である、大文字焼き LED で点灯山梨県笛吹市。交通新聞、p さん、2 0 1 7年から、LED ライトによる点灯に切り替えられている。平泉大文字送り日。ありがとうございます。